さあ、いきなり広場へお集まりの皆様、約10分少々の公演となっております。ロープギリギリまで大丈夫です。ぜひ近くへとお越しください。よかった、いいところ来たよ友達も。さあ今日は食べながら飲みながら楽しい時間を過ごす。どこ行くのどこ行くんや、走って行ってしもうた。お兄ちゃん、お兄ちゃん、モスバーガーの方が良かったみたいですモスバーガーに負けてしまいましたねえ、お兄ちゃんダウン緑だしモスバーガー相当好きなんでしょう。さあそれではお待たせいたしました。後ろのお友達もぜひロープギリギリまで OK ですか。寒いからあったかいところに来てくださいね。寒い寒い、皆さんあったかいところに来てください。ロープギリギリまで OK です。はい、後ろのお友達も。それでは始めていく前にまずはですね、おさるさんの不思議な力を発見したいなと思います。さあおさるさんの不思議な力を見ていただいて、その後本題お正月公演ということで人気のいい技を披露させていただきたいなと思います。さあ昔から魔が去る役が去るととっても演技がいいと言われるのがおさるさん。お写真ムービー撮り放題でございます。準備よろしいでしょうか。では参ります。ご覧ください、この小さな小さなおさるさんがなんと一瞬で、はい、はい、久しぶり。後ろからいいリアクションが、なんてくれた。もう一回やろうか。おさるさん消えたね。ありがとうございます。これはかなりかなり体力を使いますので、皆さんご覧ください。さあおさるさんがなんと一瞬で、消えました。不思議な力です。ご覧ください。ご理解の話ありがとうございます。失礼いたしました。この私の冷静な感じ本気出すから任せて。今から本気出すからよく見とってよ。よろしいでしょうか皆様。マガサル、さあペコラちゃんだ。来ました。ありがとうございます。あまり深く考えないようにお願いします。深く考えてはいけません。不思議な力です。ありがとうございます。ではお待たせいたしました。ご挨拶をして始めさせていただきたいなと思います。さあここからは日本伝統芸能猿回し、心ちゃんが演技のいい技を披露させていただきます。座って、はい、先挨拶するから、はい、座って、はい、今年は2023年ということで、うさぎの年、うさぎさんの大きな耳やたくさんの服が集まってくるということが縁起のいい動物さんと言われております。そして猿もまた魔が去る役が去る、そして病が去るととっても縁起がいいと言われます。今年はなんと猿年の猿心ちゃんを連れてやってまいりました。以前ですね、日光猿軍団さんが公演されてたそうなんですが、見たことあるよって方いらっしゃいますか。ぜひ私たちも見てください。さあそしてスタッフが私たちのお守りカードをお配りしてるんですが、私たち兵庫県神戸市北区にある道の駅神戸フリースローパークの中にあります神戸モンキーズ劇場というところから今回とさせていただきました。本日折り紙と申します。6歳の子から10分間頑張りますので、はい、そして今回最後までの応援よろしくお願いいたします。Thank you.
生懸命頑張ります。お付き合いよろしくお願いいたします。